でね、気になる。うん、あれね。何？変わってるな。変わっちゃってるんですよ。変わってるね。なんでなんで？まあ今日何の日かわかりますよね。せーの、ゆうちゃんのお誕生日。そうなんです。おめでとう。になりました。おめでとうございます。そうなのでね、ミニ生誕っていうか、生誕コーナーコーナーをやるということでね、これを着ました。かわいい、かわいいよ。生誕衣装ってこと？そうです、これが生誕衣装です。お、それでなんでその衣装にしたの？これはまあ滝宮の私服なんですけど。お、かっこいい。はい、あの実はね、あの、決まったのが結構、あ、生誕コーナーをやるっていうのがね、ギリギリで、そうだから探しても探しても16日に間に合わないから。あ、そうなので、まあ、自分自身これが本当の滝宮優だということを見せるためにね、本当の滝宮優しました。でも、衣装っぽくて可愛いね。ありがとう。すごいね、色も入ってるし、純未来の時のネクタイを受け取っていただいております。可愛いよね。クマ、クマだね。かわいい。クマさん、かわいい。とてもいいですね。生誕っぽくて、この髪飾りもね、いいよね。そうです、なんと私とお揃いです。ね、はい、この前あげたんだよね。そう、くれたんですよ。そうなんや。嬉しくて、もう感激感激。かわいい、似合ってる。本当？ありがとう。いいね、やる気いっぱいだね。はい、やる気いっぱい。14歳もこれからも頑張っていく、はい、という頑張ってね、やっております。じゃあ早速、まあ、まあ、着替えた準備満タンということで、はい、生誕コーナー始まります。イエーイ。みんなゆうちゃんの名前たくさん呼んでね、ゆうゆうって呼んであげてください。それでは聞いてください、チェンジ。生誕コーナー1曲目はさつき先生で歌います。Thank you.
私が一番ラジオらしい曲で大切な曲です。聴いてください。純未来。これをやろうって、ね、思ったのがなんか弾きでなんかやりたいなってね、うん、そう LINE が
て夜来た、あ、夜来た、この間の夜来たね、そう、普通に考えちゃって、うんうん、つぐちゃんに一回相談だなってなって、うんうん、それで送って、なんかやりたい曲あるって言ったら、うん、つぐちゃんがね、いろいろ出したよね、なんか結構カバー出したけど、ちょっといろいろ却下になって、うん、そう、まあせっかくだったらラジオの曲やりたいねってなってね、うん、そうそうそう、結局チェンジだったね、そうですね、まあ、チェンジの意味なんですけど、うんうん、まあ私、まあなんかよくわかんないけど変化というものが好きよくわかんないけどね、変化が好きなんでね、なぜか、うん、そうか、センジじゃないか、センジじゃないか、変化というものが好きで、うん、なんか、お花でもさ、時間が経つと花が開いたりするじゃん、うん、それだから、いろんな、いろんなじゃなくて、じゃなくて変わってこれからも変わっていく8期生を見てもらいたいなって思ってチェンジにしました、うんうん、かっこいいね、変化が好きで、いいこと、変わることが好きだよね、今何ヶ月経ったんだ、約5ヶ月、5ヶ月、まだ5ヶ月だね5ヶ月でここまで、すごいね、だいぶもういっぱい出てるしさ、ね、ハッピーバースデー to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear you. Happy birthday to you. おめでとう。ゆうゆちゃんにリスナーさんからの花束のプレゼントです。イエーイ、皆さんにくれてゆうちゃんのもあるんだけど、はい、ラベンダー一緒、ラベンダーのね、うん、お花も用意してもらってどうですか、ね、かわいい、一番綺麗だと思う、一番綺麗、一番綺麗、世界で嬉しい、嬉しいね、うるうるして、多分急遽決まって急遽のお知らせだったからね、リスナーさんもバタバタと準備してくれたと思うんだけど、こんなに素敵なお花をもらえて、ああ嬉しいな、ね、びっくりしたね、取れ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 嬉しいね、ありがとうございます、ありがとうございます、先輩、おばあちゃん、私子供の涙に弱くて、ちょっと子供、いやね、うん、よかったね、ですね、誕生日当日やしね、そうだよ、出たい、みんな看板とか見ました、おお思った以上に大粒の涙だった、嬉しいね、嬉しくて、トレちゃんじゃない、ハートのやつ、ね、やばいやばい、そうだよ、メイクとかも ね、いっぱい学んだんだもんね、5ヶ月で、はい、そうなんですよ、今日、ね、6月の時、あの6周年っていう大きなイベントだったじゃないですか、うんうん、そうだね、そこに私が出ていいのかっていう、あ、本当に一瞬一瞬っていうかずっと思ってたんですけど、うん、当日やってらせていただいて本当に楽しかったし、うん、なんかみんなの前で笑顔になれるっていうのがすごく幸せだったから、なんかもっと頑張って曲を覚えようとか思ったりして、うん、本当にありがたいです、皆さんがいるから今がある、あると思っています、14歳から出る言葉しっかりしてるね、本当に、本当にすごい、14歳の抱負、14歳の抱負、うん、なんかチェンジのやつじゃないけど、うん、お、何？ゆうゆうを一番だって言わせたいです、あ、そうだね、すごい、いいですね、はい、みんな一番って言うんだよわー、ありがとう、嬉しい、かな、かなっちゃったよあ、14歳、1日目にそう、もっと、みんなのね、いっぱいの人に、そうです、そうです、そうです頑張ろう、頑張ります、おめでとうございます、改めて